皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もシースルーマッチ3で遊んでいきました。あやねちゃんの788ステージ攻略いってみましょう。さあこれはなるほど、マスを埋めるんですね。しかも30回しかプレイできないと厳しい。この時はブロック壊しておきますか。全部金色にしないといけないから特殊ジュエルを作らないと厳しいですよね。わあ、この金色に行かない。なんか他にありますかね。まあ星と特殊ジュエルでドカンっていけますけど。お、また星ができた、すごい。ちょっと待って。わあ、一段下げたい。まあこうしますか。ああ、使っちゃった。まあなるほど、使ったわけじゃないですけどね。使っちゃったんですよ、勝手に棒。プンプンと。プンプンして。緑来て、緑。はい。お、緑来た。緑落として。ここの黄色を消したいんですけどね。これで1個落として。わあ。難しい。これでこうして、はい、黄色、黄色出ない、黄色出ない、ちょっと待って、黄色出て、はい、黄色。なんでこう出ないですかね。よし、これで2個下げる。ちょっと下げすぎ、下げすぎ。さあ、これでいきましょう。もう1個星できてる。ドカーンと。おお、すごい。破壊力たるや。すごいですね。けどですね、けど。これはどう消すべきでしょう。こっちに紫ないでしょう。上から紫落ちてくるならまだ、他の消し方もあったんですけど、ちょっと消しておいて。これで消すと紫でしょう。なんかできますか、他に。できないですか。いやー、ここの黄色落とすには、この上の黄色落とさないといけないから、それがこっち、こっちも落ちないでしょ。特殊ジュエル作っても下に落ちちゃうから、普通にこう消しますか。さあ、消せない。そもそも消せないですね。お、なんか消えた。さあ、これで赤は消せました。まあ、あと運次第ですか。さあ、これで黄色が落ちてくれば落ちない。しょうがない。もう爆弾であれ、コンティニューしていきますか。わお。お、星が作れる。よし。何行きましょうか。右側の黄色消しますか。あっちの方が消しやすいと思うんですけど、まあいいですか。はい。で、これで、落ちるでしょ、赤が。よし、バッチリ。狙い通りですね。さあ、クリアいたしました。ありがとうございます。ということで、今回の動画、以上とさせていただきます。他にもたくさん動画ありますので、よかったらそちらもご覧くださいませ。では、また次の動画でお会いしましょう。